ダンディはアメリカ合衆国オーレゴン州ヤムヒル郡に属するし、2000年度国勢調査の時点における人口は2598人であった。2007年での推定人口は3040人である。この地域における最初の郵便局は1881年に設立したエキンズ郵便局であった。ダンディという地名はウィリアムリードの出身地が スコットランドのダンディであったことに由来する。リードは1874年にオレゴンにやってきて、オレゴニアン鉄道会社を設立し、ウィラメット渓谷の鉄道路線までいくつかの路線を延伸させた人物である。エキンズ郵便局が1885年に閉局すると、新しい郵便局が1887年に開局し、ダンディジャンクションという名前が付けられた。 この名前の由来は当時建設が計画されていたオレゴニアン鉄道がミラメット川を横断するための橋梁の名前から来ている。計画によるとダンディが東側に新しく敷かれる路線と西側の季節路線とのジャンクションとなる予定であった。結局この橋が建設されることはなく郵便局の名前は1897年にダンディに変更された。ダンディは 北緯45度16分36秒整形123度、0分42秒、北十45.27667度整形123.01167度、45.27667-123.01167に位置する。アメリカ合衆国国政調査局によると、市の総面積は 3.6km で、そのうち 3.5km が、 陸地1.45%に当たる0 1平方メートルが水面である。オレゴン州ニューバーグの2マイル南西に位置する。2005年、ダンディ市議会はダンディ警察を解散し、近郊のニューバーグ市にあるニューバーグ警察と業務を一体化させる契約を交わした。これを受けて、ニューバーグ警察は組織名をニューバーグダンディ警察へと解消した。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである人種別人口構生年齢別人口構生世帯と家族収入と家計。ありがとうございます。